こんばんは。中3英語ですね。で前回は関係代名詞は主格の関係代名詞をやってきました。で今日は目的格の関係代名詞をね、まあ、復習していこうかねってことでプログラム 6-1 教科書ね 6-1 からということでございました。例として2つ出てます。 This is the cake which I made this morning。 それから The book which I'm reading now is very interesting ですね。はい、今回は関係代名詞としては which ですね。すべて which だけが、ね、出てたのがこの 6-1 の部分でした。はい、そして目的格の関係代名詞っていうのはね、関係代名詞の前が、はい、先行詞っていうのはね、主格も一緒です。先行詞ね、まあ、関係代名詞、そして目的格の場合は、はい、主語動詞ということでね、はい、主語が入ってきてますよ。前回やった主格の時はね、もう動詞、関係代名詞の後は動詞と続いてたんですが、目的格の場合は主語、動詞と続きます。まあ主語が入ってくるんだね。はい、ですので、誰がどうした先行詞。ね、はい、誰がどうした先行詞なんていう風な訳の取り方になってきます。はい、ですので、これはケーキですと言ってるわけなんだけど、はい、誰がどうしたケーキなん？I made this morning. 私が今朝、ね、今朝私が作ったケーキですという風になってくるわけだね。はい、This is a cake which I made this morning. これは私が今朝作ったケーキです。ね、いう具合でした。はい、でもで、次も、The book which I'm reading now is very interesting. はい、こいつが which 関係代名詞ですよね。そうすると、その前の言葉が先行詞でした。ね、先行詞でした。はい、で、おうおう、先行詞ってのはまず訳としては取らんから、本はじゃないぞ。後ろから前だぞ。which 以下から前。ね。はい、そして、文頭にこの先行詞が出てきてるときってさ、主語の中に含まれてきてるわけなので、主語が長くなるんです。はい、ですから、さっきはここはね、もう一番最後まで取って引っ掛けて、このケーキに引っ掛ければよかったんだけど、主語がどこまでかな？主語がどこまでかな？見てあげないといけないんだね。はい、そうすると、関係代名詞の後に主語動詞続くんですが、その後にまた動詞がやってきます。はい、そうするとここでは be 動詞ということになるんでしょうか。はい、ですからこいつが主節の動詞。はい、ですのでこの手前まで、つまり now までが関係代名詞の節ということになってくるわけですね。はい、これこれこんな本。はい、これこれこんな本です。私が今読んでいる本。はい、私が今読んでいる本はとても面白いですなんていうことになりますね。このね、主語の中に含まれてくるやつってのはとにかくね、苦手にする人が多いので、ぜひとも慣れてほしいねということでございました。そこでじゃあ穴埋めで少しまた練習してみましょう。私は彼女が私に作ってくれたセーターが気に入っていますということですね。はい、だから I like the sweater ということで、私はセーターが気に入ってるよっていう文章ができました。で今回は which を使ってということになりますので、はい、ここで which と使っていきましょう。はい、そして which の後は主語動詞と続く。はい、ですから彼女が私に作ってくれたというわけだね。はい、ですから which の後主語動詞、はい、彼女が私に作ってくれた。はい、彼女が she、 はい、for me、 私に、はい、作ってくれたということで、はい、ここが made do ということで過去形になってくるよ。作ってくれたセーターね。はい、ですのでここの動詞で例えば三単元の S をつけるとか、そういったところも注意したいところでございました。はい、彼が話す言語は中国語です。はい、The language、はい、言葉とあるね、言語とあるね。はい、だから彼が話すなんていう風に作ってあげたいわけよ。でやっぱりここでもう、はい、which と置いていって、はい、彼が話すんです。はい、ですから彼、he、話すは speak だね。はい、ただただただ主語が
いいですぜ。はい、3単元の S 忘れずに入れてあげてくださいね。主格の時はさ、先行詞がね、主語だと思って三人称単数だったら3単元の S つけましょうなんてのあったけど、まあ、目的格の場合はね、もう直前のこの主語ね、この主語、まあ、今回は非だね、非が三人称単数だから3単元の S をつけるなんていうところも忘れずにということでございました、ということでした。はい、したら今度は、2文を関係代名詞を使って一文にしようぜっていうことで言ってみましょう。はい、今回は目的格の関係代名詞 which を使ってということでいきますね。はい、そこでね、目的格の関係代名詞の時ってね、もう2文目ね、2文目の、はい、主語、あ、動詞の後に、はい、もうこの目的語部分にね、もう明らかにね、代名詞が来てるんですよ。ね、はい、ですから今回はね、ちょっとたまたま it ってことで it で揃っちゃったんだけれども、まあ、他の場合だっていくらでもありえますよ。はい、そのね、動詞の後にね、目的語がね、この代名詞で入ってきてる、うん、うんですね。はい、でこれを2文を1文にしていこうということでした。さあ、じゃあそこでだ、はい、まず、2文目のものだから it だよね。この it、 この it が1文目何指してますかね。 My grandfather gave it to me、 私のじい様がそれを私にくれたんです。私のじい様がそれを私にくれた。はい、じゃあ何くれた、何くれた、それって何、それって何、 This is the pen。 はい、まあペンですよね。はい、ですから、はい、これは主格の時もそうでしたが、先行詞部分まで書きます。はい、つまりその it が指しているのがペンでした。はい、ですから1文目、はい、ペンまで書きました。 This is the pen。 はい、たまたま1文目がね、全部書かれた格好にはなりますが、これは前回からすごく言ってますがね、前の文を1文書きゃいいんじゃないんだよっていうことでしたらね。はい、書いた、先行詞部分まで書いた。はい、そしたら関係代名詞、今回は which と置いた。はい、そして2文目、主語から書き出していくわけですから、my grand、はい、father ですよね。はい、そして動詞 gave。 はい、でこの it、 この it が関係代名詞と置き換わりましたので、書かない。はい、そして to me と続けてあげる。はい、こんな形で作ってあげるんです。とにかく1文目先行詞部分まで書いた、関係代名詞、そして主語動詞と続き、目的語部分の代名詞をカット、そして残りをさらに続けるということでしたね。はい、そうするというと、ね、これはペンですね。で、私のじい様がそれを私にくれました。ですので、これは私のパパで、ちょっと滑る間違ったな、おじいさんが私にくれたペンですということになったわけですね。はい、同じようにやってみようよ。I have a picture. そして my sister painted it last year. 私はペンを持ってます。私の姉、妹が去年それを描きました。はい、私の姉、妹が描いたそれとは picture ですよね。はい、ですから picture まで描きます。I have a picture.はい、ですから、またまた言ってますけど、たまたま1文目がね、全部書かれた格好にはなってますが、1文目は全部格好じゃないんだよ。はい、そして、which と置いて、はい、主語、my sister。はい、そして、painted。painted。ね。でもって、it が消える。it が消える。はい、ちょっとこれは N にしとくか。ね、it が消える。でもって、last year。ね、風に続いていくよ、ということ。ね、はい、I have a picture which my sister painted last week。 私は私の姉が去年描いた絵を持っています、というようなことになったね。はい、次、 The song is famous in Japan。 そして he wrote it。 はい、彼が描いたそれとは、彼が描いたそれとはストーリーですよね。はい、だからストーリーまで描くのよ。はい、 The storyね、The story、ね、はい、だから1文目全部書くじゃないんだよね。はい、で which と置いて2文目主語から、はい、He wrote、 はい、it は書かない。はい、そして1文目の残りがあります。はい、そ、あ、また失礼、そうだね、 The is famous、in Japan、 ね、風に1文目の残りを続けてあげるということですね。はい、ということで、彼の書いた物語は日本で有名です、ね、というような形になってきたということでした。
はい、ですので1文目は先行詞部分まで書くということですね。全部書くんじゃない、1文目全部書くんじゃないのよということでございました。はい、では今日はこんなところでございます。